こんにちは、ずいふうさんです。今日はね、青井玲奈さん、なんとハリウッド映画出演ということですね。日本人で久しぶりにね、出演すると。作品はディープブルー3、人食いザメのお話ですね。実は一卵性の双子ですね。お姉さん、もう一人がアンナさん、今回出るのは青井玲奈さんの方ですね。早速見たいと思います。パッと見た瞬間ね、藤井聡太七段だよね、そんな感じですよね。やっぱりね、早い、認められるのが早いとか、若くしてね活躍できるとかね、そういうチャンスに恵まれる配置ですよね、基本的にね。もうこのぐらいのやっぱチャートを持ってないと、やはりハリウッド映画ね、出演することはできないんだなっていうねことは思いますね。で、藤井聡太七段もやっぱりこういう感じなんでね、どんどんチャンスが来て、どんどんそれをものにしていく。逆の運勢だとどうなるかっていうと、星野仙一さんみたいにね、なかなか勝てない、若い頃はね、目の上の単行部の巨人ね、監督になってからも目の上の単行部の巨人ね、で全日本の監督になってもなかなかね、勝てなかったで、監督としても最後勝ったのはもう本当の最後の最後ですよね。楽天を日本一にして、それが自身のね、初めての優勝ね、ということになります。その逆なんでね、もうどんどん出るっていうね。で、見てるとね、あれなんですよね、もう社会的なそのなんか評価っていうのはすごい敏感で、ジョージ・ルーカスとなんか友達みたいよとかっていうと、ジョージ・ルーカスみたいな、ちょっとお近づきになっちゃおうかなみたいなね、寄せばいいのにこう近づいてっちゃうんですよね。で、その物おじしないから、なんとなく、じゃあうちのね、映画出てみればみたいなね、スティーブン・スピルバーグ監督もここにいるよみたいなね、あそうですかみたいなね、意外にそんな感じでね、話が進むっていうね、ことです。渋野日向子選手もね、もうどんどん前に出るね、どんどんやっちゃうみたいなね、もう刻まないみたいなね、もう池が周りにあってもね、もう大丈夫みたいなね、そういう思い切りの良さですよね。藤井聡太七段も思い切りの良さ、ね、思い切ってこうやっていく、そういうような将棋ができないと、やっぱり棋聖にはね、なれないということなんでしょうね。そんなんでね、今回ね、双子ということに注目したいんですが、どっちかがハリウッドスターなんですよ。で、多分ね、玲奈さんの方がキャンキャンのモデルとか引っ張ってきたと思うんですよね。で、アンナさんの方はね、どうしてるかっていうと、まあ接待役なんですね、アンナさんの方はね。だからこれパッとチャート見て、これ双子だよって言われたら、どっちかがね、外にどんどん出てってスポークスマンやって、でもう一人はね、接待役でしょうとね、いうことなんですね。ですからね、まあバブルの時で言うとね、もう建設会社の接待係みたいなかなりクラブはしごみたいなね、そういう感じです。もうパーッと行くぞみたいなね、飲めや歌えやみたいなね、ジョージ・ルーカスさん友達たくさん連れてきてみたいなね、そんな感じですね。ですのでね、
まあ、役割分担、かこわこさんの場合も役割分担して、大食いのね、腹ペコツインズのね、かこわこさん双子ですけどもね、かこさんの方が仕事を切り開いていく、そしてあこさんの方はサポートする、ね、そういうような役割で、おすぎとピーコさんはね、出生時間4分違いですけども、随分もう全然ね、まあ、人生違ってきているということでね、同じ双子なのになんでこんな違うんだっていうね話になりますと、役割分担するっていうことなんですね。これ三つ子だとどうなるかっていうと、太陽、月、水星とかね、その辺でまた役割分担していくということになりますね。ですのでね、いいサンプルですよね、これで言うとね、どっちかがハリウッドスターでね、アカデミー賞とかね取っちゃって、もう一人はもうね宣伝部長でね、サポートしていくということですよね。ですからね、まあディープブルー3もしね良ければ見に行ってみようかなと今ね、思ったんですけども、サメを研究する日本人の科学者役だそうですね、非常に楽しみですよね、これで評価されればね、アカデミー賞とかね、主演女優賞とかね、夢ではないですよね、ということでね、とりあえずそういうニュースが入りましたので、運勢を見てみました。それではまた、さようなら。